れ様です。市民ランナーです。今日はですね、ついに10月です。10月1日日曜日になります。朝ね、8時半過ぎぐらいです。曇りでですね、さっきまでちょっと雨も降ってたりして、気温はだいぶ低いですね。もうそういう季節に入ってきました。ただまだね、暑い、湿度があって暑いですね。こもってる、風もないし、はい、今日はそんなコンディションの中、ガチゆる走をやっています。それで今1キロのですね、アップが終わったところで、今、その心拍数をちょっと落とすですね、回復中というところです。ここから1キロのガチ走ですねをやって、でレストが3分かな。でもう1回1キロのガチ走をやって、そしてゆっくりのゆる走になります。で今日はですね、あまりね、強度高すぎないようにしたいという、あまり疲れすぎないというか、というようなですね、課題といいますかもありまして、それぞれのペースをですね、少し控えめにしていきたいと思います。具体的にはですね、ガチウルソサブ4バージョンということで、レースペース、レースのね、私が想定しているペースのガチ走はプラス1分早く、ゆる走はプラス1分遅くということになります。なので、レースペースがですね、5分20ぐらい想定してますんで、ガチ走は4分20ぐらいで、ゆる走は6分20ぐらいということです。まあ、前後10秒ぐらいはちょっと幅出るんじゃないかなとは思ってるんですけど、大体そんなイメージになります。で距離が最低合計で10キロ、アップも入れてですね、合計10キロで、まあ長くても15ぐらいでやめちゃおうかなと思っています。1キロのガチ走、目標タイムは4分20。ちょっとなんか早くなりすぎる気がするんだよね。ペース感覚が分かんなそうですけど、まずはまあまあやりながら、前後多少前後してもいいんで、またはきつくなりすぎないように、3分台入れるとかね、なりすぎないように行っていきたいと思います。ということで、そろそろ行こうかな。はい、行ってきます。1本目終わりました。ペースはいい感じですかね。こんなもん、ちょっと早い。まあでもこんなもんでしょう。はあ、暑い。結構きついね。4分20バカにならんよ。タイムね、ちょっと2度目が見れてないんで分かんないんですけど、なんか1本目よりも2本目の方が体動きましたし、息が入ったというか、まあ、苦しいですけどね、きついんですけど、多少マシだったかなっていう気がします。ちょうどこういうペースで走ったのは1週間前のリレーマラ走ってるんでね、まあ4分そこそこ、4分20とかぐらいなのかな、4分15前後か多分ね、がこういう感覚で入れるのは先週のリレマラのおかげですかね。ちょっとだけ心拍落ち着けてから、ゆる走に入ります。ゆる走は、まあターゲットペースとしては6分20です。ただまあゆる走でね、6分20を固くなり守るというよりは、まあまあ、楽に走る方が優先かなという感じです。では、ゆる走行ってきたいと思います。行ってきます。はい、ゆる走5キロです。なんかね、暑いし、ちょっと心拍が全然ゆっくり走ってても落ちなくて、ちょっと予想以上に苦
苦しい感じになってます。なので今日は全部で10キロで終わりかな。疲れ残る感じになってきてる。なんなら今すぐやめたいぐらい。だいぶきつい感じなので、あと2キロですね、ゆるそう走って終わりたいと思います。あ、暑い。いやたまらんね、たまらん。今日は全然ダメ、まあ、今日もか、2週続けてダメですね。今日のガチゆるそうはですね、さっきちょっとデータ見直したんですが、なんか2本目ね、ちょっと早すぎたみたいですね。まあ1本目と同じ感覚だったんですけど、なんかやっぱ体動いてたっていうのはそういうことなのかもしれないです。まあまあそれはいいとして、ゆるそうですね、普段ならね2キロぐらいゆるそう走ると心拍数ビューッと落ちるんですよ。で楽にやって、なんかずっともうそこからはゆっくりのジョグ感覚でいけるというか、全然楽っていうねのが、まあここ 1,2 年というか今までのガチゆるそうのゆるそうのパターンだったんですけど、今日はですね心拍数落ちない、ずっと160半ばぐらいとか言ってたんじゃないかな、165とか7とかね。それはきついわけですよ。で暑いし湿度も高いしで、ということもあって、まあ最低10キロっていうその最低に終わりました。あーしんどい。でもそれにしてもなんか疲れ抜けないですね。先週のね失敗しちゃったレースペースを20キロのあとは、平日は2日間本当に軽いジョグだけだったんですよ。5キロのジョグだけだったんですよね。で土曜日、昨日はですね7キロの、まあ、ゆっくりのジョグですよ。ペース的には6分20とかそんなもんですね。練習の負荷、そのペースもね距離もぐっと落としてるんですけど、それでもなんかガービンコネクトではね疲れてますのステータスから抜け出さないし、 HRV ステータスは低いままだし、どんどん悪くなっていってるし、でやっぱり体感的な体の疲労感もですねやっぱそこそこあるし、全然疲労感抜けない。ってことでですね、まあ、本日はこんな感じの練習ではありました。本日のね、まあ、ガチゆるそうは、まあ、ちょっといまいちではありましたけども、はい、最低限かなというところです。でこの10月第1週はですね、次の週末に30キロ走をやるって決めているので、そこに向けてとにかく疲労を残さないようにということに注力をする感じになります。あ、そう、一応ね平日1日にトレッドミル走るんですよ。東京体育館、国立競技場の横のなんですよね。東京体育館で全身持久力測定っていうのをやります。トレッドミル走ってっていうやつ、春先にやった水野のねラクットラン30、LT 値汗乳酸を測るとか、あとはこれも春先だった RS ラボのですね、ランニング測定みたいなやつ、計測なんていうんでしたっけ、正式名、サービス名忘れちゃった。それのなんかこう公的なやつっぽいやつと私は理解してるんですけど、どんなやつかは概要欄の URL をご覧ください。はい、それをね、この平日に受けてくる予定です。まあ、どんな感じだったか動画にできればなと、次の動画にできればなとは思っているんですが、多分計測中ね撮影ダメだと思うんですよね。聞いてないんで撮影していいか悪いか、まあ、ダメだったら結果だけっていうところですけども、まあどんな感じだったかご報告できるかなと思っています。一応その結果を見てですね、まあ、それだけじゃないんですけど、ちょっと今後のペース戦略というかペースをねどうするかっていうのは考えていこうかななんていうことも思っています。はい、ということでですね、まあ、今日の練習は以上になります。今日の練習、今日の動画は以上になります。まあ、なんか調子いまいちな感じが続いてるんですけども、なんか怪我してるとかではないんでですね、まあ、こうやって練習できてるんでね、変なストレスはないですしまだマシ、練習できてればまだ御の字、怪我するよりは全然マシだしねと思っています。引き続き頑張ります。あと1ヶ月なんでね、1ヶ月2ヶ月で水戸があって筑波ですからね、
なんとか、まあ、水戸はともかく筑波ではいい結果が出せるように引き続き頑張ります。はい、ということで本日の動画は以上になります。本日もありがとうございました。では、失礼します。